こんにちは、ひかりです。ついに、明日ね、アベンジャーズエンドゲーム、公開されるらしいですね。まあ、それにね、えー、伴ってというかね、まあ、偶然なんだけど、今日ね、おもちゃ屋さんとかリサイクルショップとか巡ったんですよ。でね、アベンジャーズ系のグッズっていうかおもちゃを大量ゲットしたので、それを紹介したいと思います。ここにね、並べてるのは、僕が持ってる、これ。 あの、DVD&Blu-ray をね、新品で買ったのがこれです。あ、いこれはブックオフか、まあ。ほぼ新品で、まあ、全部揃えてるんだけど、これが、あのー、アベンジャーズ系の D D、DVD&Blu-ray のやつですね。他にもね、DVD だけだったらね、アイアンマー123とか、あとなんだっけ、普通の最初のアベンジャーズとか、あとは、あのー、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーとかも持ってはいるんだけど、まあ、DVD、ブルー r a y でこんな感じで、ね、ちゃんと揃ってるのはこれですかね。 何回も今見てますよ、もう。ただね、キャプテンマーベル見,見ないとね、本当なんか、ね、エンドゲーム本当に楽しめなそうなんで、まずキャプテンマーベルを見て、エンドゲームを見るっていう形になるんで、ちょっとね、最速でレビューとか、どうせネタバレとかできないからさ。まあなんか、それはのんびりやっていこうと思っております。はい。今回購入品紹介なんだけどね、こいつね。まあこれはね、前から持ってるサノスですね。あ、あの、アマゾンで買ったやつ。今も結構安いんでね、 サノスのおもちゃ欲しい人はね、こいつでいいと思います。あの、でかいから。でかいし、頑丈だし、出来めっちゃいいから。めっちゃ出来いいから、サノス。このサノスおすすめ。アマゾンリンクで進すすめるのに貼っとくから、これはね、ぜひこのサノスで遊んでください。で、まずは、じゃあこちらから行きまっしょうい。はい。トイザラス。トイザラス行ったら、まあ当たり前だけど、アベンジャーズグッズ。新商品がいっぱい出ておりました。まずね、このシリーズだね。ババン。アベンジャーズ。これね、 えっと、あれじゃないんだね、一応。なんだっけ、あのー、マーベルレジェンドではないみたいなんですけど、あ、な、なんだろうこれ、何のシリーズになるのかなベーシックフィギュアみたいなやつなんだよね。あ、これ何のシリーズかってシリーズ名が書いてあったわ。アベンジャーズエンドゲームの、ハズブロアクションフィギュア6インチベーシックフィギュアみたいな感じかなね。はい。で、これが、え、何これ アス、アソートメント。かんないまあ、いいや。これは、アイアンマンですね。なんか今回はさ、なんかわかんないけど、あのー、ね、生き残ったっていうか、まあ、メンバーが、こんな感じでアベンジャーズのユニフォームみたいなのを着て着るみたいですよね。予告見る限りではね。ちょっとそれが気になってますね。ちょっとダサいなと思ってるんだけど、今んとこね、あ見たら変わるんだろうけど、今んとこダサいなと思ってて、これも買うか悩んだんだけど、 本当はこのアイアンマンは買うつもりなかったんだけど、買ったんですよ。まあ理由があるんですけど、それは後で説明しますね。アベンジャーズね、アイアンマンの今回のやつですね。まあ、このサイズ6インチのね、ベースクビー。やっぱこのサナスと戦うのもちょうどいいじゃん。アイアンマンいいでしょう。このシリーズでね、あの、売ってたのは、これ。ローニン。ローニンって誰ホークアイのことでしょう違うのホークアイってローニンっていう別名あったっけ ま、あいいや、んで、キャプテンマーベル。今回、キャプテンマーベルはスルーしました。その代わり、あの、代わりがいます。はい。と、キャプテンと、あ、ごめん。キャプテンマーベルがいるから、キャプテンで呼んじゃダメか。えー、キャプテンマーベルはスルーで、えー、代わりがいて、あと、キャプテンアメリカは買いましたね。あと、もう一つ確かいたな。あ、あれだ。ウォーマシーンいや。もう買いました。はい。で、これね、ローニンローニンこれは、どう見てもさ、崩壊でしょ崩壊ってローニンって名前だったっけ ねえ、このインフィニティウォーではね、あの、ホークアイ出てこないんですよ。今までずっと大活躍したのにね。特にあの、エイズ・オブ・ウルトロンとかでは結構ねあの、メイン、メインに近かったよね。な感じで、ウォーマシーンもいますね。ローニンルーニンどっちローニンでいいのま、今回日本人の真田さんっていう俳優さんが出て、ね、このローニンと戦うみたいなシーンがあって、剣、剣使うんだね。 アベンジャーズで今んところさ、剣を使うヒーローいなかったからね。だから俺的に剣を使うヒーローいないから、スター・ウォーズから誰が来るんかなとか思ったけど、もしくは、あの、ニック・フューリーがさ、使うかなとか思ったけど、まあ、ここでね、あのホホ、ホークアイが、ホークイ、なのかローニンあの、ローニンって誰そこま村わかんないんだけども、絶対かっこいいじゃん。しかも結構なんか今回色々活躍しそうだからもう、あの、買っちゃいました。1体1600円ぐらい。<laughs> 高いんだけどね。ま、あ頑張って買いましたよ。<laughs> 高いっていうか、何点も買うと結構額いくんだよね。で、キャプテンアメリカ。何がいいっていうこのシールドがいいよね。ま、あこのユニフォームちょっと今んとこ出せいなと思ってる。顔と合ってないなとは思ってるけど、まあ、キャプテンでしょあ、キャプテンっていうかキャプテンアメリカでしょで今回一番いいのはこれね。ウォーマシーンですよ。俺はウォーマシーンっていうか、俺的にはピカノなんていうのかな。 俺のよ、俺が泉飲んでる呼び方で言うと、ウォーマシンっていうよりも、なんだっけアイアンパトリオット <laughs> っていう、なんか名前の方が好きなんだけど、一応ウォーマシンが正式名称になるのかなこれ超かっこよくないこれ。超かっこいいよね。これちょっと後で開けよう。でね。プラス、あの、特化コーナーにね、これありました。本当は俺、俺ね、このサイズが好きなんだけど、まあ、ね、このサイズいいよね。あの、ん、奇跡的になぜかわかんないけど、ビジョンと、 えー、ウィンターソルジャー、あのー、バッキーね。のセットになってましたね。なぜか。これね、うん、俺他にも持ってるんで、あのー、ファルコンとボーマシーンのセット持ってるんだけど、これいいよ。しかも200円だからね。まあ、ああの、いや、特価になってるからね。あ、えと、バッキーと、あのー、ビジョンのフィギュアは何にも持ってないんですよ、僕。まだ。なんで初めてゲット。これめっちゃ嬉しい。やばい。これが一番嬉しい。でね、えっと、なんで、なんで、 あのー、これね、ウォーマシンと、キャプテンと、ローニンだけでいいのに、あのー、キャプテンアメリカって、あのー、アアンマンまで買ったかっていうと、あのね、5000円以上、この、アベンジャーズ系、マーベル系のグッズを買うと、まあ、トミカとか、ホットウィールは除外されるんだけど、5000円以上、そのね、アベンジャーズ系の、とか、マーベル系のグッズを買うと、あの、先着に、2000、2枚ってのは結構多いんだけど、 これがもらえるんですよ。5000以上買うと、その、アベンジャーズ系を。マーベル系をね。なんかわかんないけど、キャプテンマーベルの、あのー、なんて言うんだろう、これは。ちょっと可愛いフィギュアみたいなのが、もらえるんですよね。あ、これが僕の中でのキャプテンマーベルの、まあ、フィギュアということでいいかなと思って。はい。もらえ、俺もらいました。はい。皆さんもらうの忘れないように、このポップフィギュアみたいなやつね。これもらえるんで、うん。まあ、これもらえるんだったら、まあ、アイアンマン買うかな、みたいな。 本当はね、あれ買おうと思ったの。あの、メタコレ。メタコレのね、あの、ブラックパンサーと、あの、アイアンマンの新しいやつが、定価で売ってたんだよ。でも、アマゾンの定価がおいしてるから、あ、じゃあこれ、定価で、それ買おうかなと思ったんだけど、あ、でもやっぱアイアンマン欲しいなと思って、アイアンマン買ったんだよ。そしたら、この後寄った、ホビーショップで、あの、おもちゃ屋さん中よりもホビーショップね。もうおもちゃ屋さんだけど、ホビーショップ。 うん。なんか、量販店っていうよりもホビーショップなんだけど、結構すごい安くて、そこで、ブラックパンサー手に入りました。しかも定価よりちょっと安い。ほんとちょっと安い。100円ぐらい安い。あの、アイアンマンも結構売れ残してたんだけど、ブラックパンサーは1個しかなくて、僕ブラックパンサーが欲しかったんで、ブラックパンサーをね、買いました。やった。ブラックパンサーのフィギュア1個も持ってなくて、やっぱこのブラックパンサーできいいなと思ってたんだけど、アマゾンで値上がりしちゃってさ、ほら。こんな感じで、かっこいいっしょ。 ね。国王陛下ね。かっこいいです。ブラックパンサー。ブラックパンサーはね、やっぱね、好きですね。というか、あの、僕ね、好きとか言ってるけど、ブラックパンサーの映画はまだ見れてないんですよ。あの、DVD ブルーレイをね、もう買うつもりでもうすぐ注文します。まだでもまだ買ってなくて、見れてないんですけど、まあでもね、この中のね、インフィニティウォーとかと、で言うと、エイジョブルトロンか。あちゃ、エイジョブルトロンじゃ出てこないや。 シビルウォーカーで出てくるから、もう結構知ってるんだけど、いいですよ。かっこいいんで、あ、倒れちゃった。これね、ブラックパンスはこれで十分。しかもこれってメタこれとこのね、なにこれ何インチフィギュア ?2.5 インチフィギュアってぴったりなんだよね、サイズ。ちょっと開けるね、これね、もうね。もうビジョンで遊びたい。バッキーはなんかこの武装よくわかんないんだけど。よし。あっ。セイヤ。エイヤ。 で、出ました、ババン。もうね、キャラの名前とかは全然覚えてるんで、もう大丈夫です。え、なんか、マントが後ろに抜けてる。え、なんか特殊。ちょっとやばいやばい。丁寧に外さないとこれやばそうだな。ほら、マントが抜けてんだよね、なんか裏、裏側に。お、なんか、本編の、なんか、美女の誕生を、彷彿とさせるような。 あし、ちっやばいな。これ、挟み使った方がいいかもしれないちょっとごめんね。手元でちょっとやるね。これ、ラスイチだったから、本当はさ、予備に買っといてもよかったんだけど、ラスイチだったからね、早かったんですよ。あの、特化コーナーっていうかもう、処分コーナーにあってさ。あっそ、一個だったんですよ。出ました、ビジョン。ほら、ビジョンだよ。これ、超ビジョンじゃん。ビジョンですね。 ビーッつって。ほら、サイズぴったりでもないか意外とちっちゃかったな、2.51ィギュア。で、こっちがバッキー。バッキーこんな武装してたっけなあー、ブラックパンサーで結構出るのかなもしかして。いえ、ね、ーあ、でも、あれ、待って。ウィンターソルジャーで結構こんな武装してたっけななんかした気もするなあ。敵の時にしてた気もしなくもない。いや、バッキーこの武装いらないだろ、今は。ちょっと今取るわ。 ほら、この腕を。その腕いくらだこれは売り物じゃないっつって。あ、それもいただこうっつってね。ロケットと会話がありましたね。インフィニティ4でね。超バッキー。やべえ、バッキーだわ。これなくしないようにしなきゃね、これね。やばいっす。テンション上がるわ。でね。まあ、ここまではいいんですよ。まあ、に、これがいくらだっけまあ、約1000円ぐらいじゃん。で、まあ、これで、まあ、6000円ぐらいいったかな。 で、これもらえて、ね、6000円くらいだったんだけど、最後に、その、ホビーショップで、あもう、一目惚れして買っちゃいました。ババン。マーベルレジェンドの、ウルトロンです。イェーイ。値段が4860円。定価5400円だから、まあ、ちょっと安いぐらいで、アマゾンよりも20円安かった。<laughs> あんま変わんないんだけどね。やっぱね、僕今んとこアベンジャーズで一番好きな映画が、作品が、やっぱり、全部、 考えてってか、まあ、見てないのもあるけどね。あの、スパイダーマンホームカミングとか見てないけど、今のところ見てないのはブラックパンサーとスパイダーマンホームカミング、あの、キャプテンマーベルは見てないんだけど、それ以外はほぼ全部見てるかなほぼっていうか、全部見てるかなと思うんだけど、その中で一番エイジオブウルトロンが好きなんですよ。今のところね。だから、ウルトロン買っちゃいますよね。めっちゃ高いなと思ったけど、買った。 やば、出来が。本当はね、なんかね、韓国か中国か、台湾、香港かなんかのメーカーの、あの、ちょっと古いウルトロムのね、デザインの、17000円ぐらいするやつ買おうかなと思ってたんだけど、いや、こっちの方が出来いいなと思って、こっち買いました。ウルトロム。ちょっと見づらいかな。ちょっと待って、見づらかったらごめん。カメラ下げるわ。カメラ下げます。そして、じゃあちょっと開けれないわ。ちょっと待って、ハサミがない、ハサミが。 手元にハサミがないんでちょっとあ、ごめん、後で開封していいこんな感じではい。やばいね。ハサミ持ってくればよかったな。あー、爪でいけないな、これ。ちょっとごめん。爪きついわ、これ。ハサミ持ってきてないよな。ああ、持ってきてないや。ウルトロンですよ。まあ、そんなにこれはね、レアではないと思うんだけど、売れ残ってたぐらいだからね。そのコピーショップで。うん。 そのホビーショップには色い々ろいろ売ってたんだけど、ま、あなんか、パッとしないキャラが売れ残ってるのと、あの、実際映画にはあんま出てこないようなキャラクターいるじゃん。が売れ残ってたかな。っていうのと、マーベルレジェンドではね。で、結構、あの、若い頃のニック・フューリーとか、なんか結構欲しいやつはなんかセット販売になってて、なんかもう1万何円とか。とか、あとは、あの、なんだっけ、ブラック・ウィドウもいたんだけど、ナターシャね。あの、バイクとナターシャと、 のセットのやつがあったんだけど、すごいいいんだけど、なザなざさんの顔が、なんだっけな、コミック版の顔だったんだよね。だからあの、うん、この映画の役者さんの顔とは違ったから、ちょっと買うのやめちゃった。あれが、ね、あれだったら勝手なんだけど、ね、あとね、あの、ソーのね、マーベルレジェンドもあって、そうともう一人女の人がついてて、あれが、俺ね、初めこの人かと思ったの。で、この人だと思ったで、この人だったら良かったんだけど、この、この、この人、 この人。この人だったら買ってたんだけど、この人じゃなくて、そうの、今回、この、これは出てこないんだけど、そうの、なんか仲間の女の戦士いるじゃん、一人。あの、浅野と頼むとかの同僚。そいつだったんだよね。あ、あっちかと思って、あっちはそんななと思って。ね、そうとこいつだったら絶対買ってた。まあ、ロキとかはね、こいつでもいいんだけど、こいつ俺結構好きだよ。うん、まあ、この、今これに映ってるキャラクターここは抜きにしても、 この、この落ちてる、あ、もう抜きにしないな。こあ、この、オーディンとかもまあ欲しくないこともないけど、まあ、ちょっとね、このこれ、この、この人なんだっけこの人なんて名前だっけええー、と、これは、なんだっけこの人の名前。この人の名前ちょっと忘れちゃったな。コレクターじゃなくてなんだっけゲームマスターだっけわかんないけど、なんか、まあいいんだけど、これ辺全部欲しい。 この人さ、インフィニティウォーで出てこなかったけどさ、エンドゲーム出てくるんでしょ確か。なんか、そんな気がするけど。ヘラとかも欲しいけどね。ヘラも結構好きなキャラだけどね。ヘラってもう死んだことでいいのかなで、ハルクね、ハルクいいよね。この武装したハルク欲しいわ。で、ソウと、ロキいいね。で、こいつね。何でもお見通しの、なんだっけ名、名前。名優、ハルク、宿敵、ロキと、 そうロキってここら辺だともう全然味方って感じになってんじゃん。てかエンドゲームじゃなくてインフィニティウォーとかでももう普通に味方になってるけどさ、久しぶりにさ、一番最初のアベンジャーズ見たらさ、ロキってすげえ悪いやつだよね。最悪なやつだよね,ね、地球にとって。<laughs> なのになんか、あの、そうってやっぱロキには甘いよね。弟だからね、まあしょうがないんだけどね。あ、でもロキはいいよ、キャラクターとしても。役者さんもかっこいいしね、あの、 キングコングに出てた役者さんでさ、まあ、キングコングの時はさ、あの、ドクロ島のやつね、は、あの、ガクトが声優やってたから特にかっこよく見えたんだけど、やっぱロケの役者さんかっこいいんだよね。まあ、みんなかっこいいんだけど、ロケの役者さんもかっこいい。そうそうそう、そういいですね。ちょっとね、ハサミ持ってきました。はい、ハサミ持ってきたんで、ちょっとまずね、この、イチイチイチちょっと今座る場所がなさすぎて、この撮影場所であの、マーベルレジェンドの、 ウルトロンを開けます。はい。やっぱね、見たいもん、見たいっていうか、早く遊びたいんだよね。ガシガシとね、敵キャラとして、使います。まあ、ウルトロンは別に一体はそんな最強じゃないんだけど、ね、でもまあ、良き、良きキャラですよ。箱とかは僕、即、即してします、即捨て。あ、いいね、背景。あ、背景なんか書いてあんじゃん。ウルトロンのほら、活躍したシーンが。 あ、違う、ウルトロンじゃない。ブラックパンサーとか多分共通なのかなこれは。あんまり、うん、なんか、ウルトロン関係なかった。ブラックパンサーが映ってるぐらいだからな。わーい。うわー。うわって感じで、生まれたって。生まれたぜ。自由ってやつは、みたいな。あの歌なんなんよくわかんないけど、あの歌なんの歌 自由ってやつは、素晴らしい、みたい,いな。でけえな、意外と。でも、サノスと比べるとちっちゃいけどね。でも、でかい。いいね。これぐらいでかくないと敵キャラ。おー、ちょっと待て、でかすぎるだろう。誰だ、貴様。ブラックパンサーだ。うわーみたいな感じで戦うのもできるし。あーでも、ちゃ、でもね、4000いくらか、まあ、まあかなーっていうか、 もうちょっと安く売って欲しいけど、でもまあ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 4000円でもいい、いいって感じはそれアメとえらしね。売れたなぁ。見える、見えてるちゃんと。映ってるかなちょっと。なんか照明の感じ見づらいんだよなもいしょ。かっこいいね。まあ本当はメタこれで買ってもよかったんだけど、やっぱ敵キャラはでかくないとね。だからいじめみたいになっちゃうからね。でかい方がいいです。はい。 ウルトラはもうこれで決定ですね。反節とかもある程度曲がりっぽいし、割と、やっぱボーイズトイっぽいからね、マーベルレジェンドはね。あの、フィギュアーツと違ってね。遊びやすいから、僕は好きです。はい。イェーイ、ウルトラしかし、ウルトラの時代はもう終わってますからね。ウォーマシーン見ようぜ、ウォーマシーン。ウォーマシーン。よいしょ。なんで、ウォーマシーン。 ウォーマシンもね、ま、あ持ってなくはないけど、いろいろと。二個ぐらいウォーマシンのフィギュア持ってるんだけど、あんまりがっつりとしたやつは持ってなくて。でもね、アマゾンじゃなく、アマゾンでは多分ね、ちょっとね、この辺高いんだけど、トイザラスだと普通に売ってました、結構。ただ、なぜかわかんないけど、アイアンマンとキャプテンアメリカと、キャプテンマーベルは複数個あったんだけど、ローニンと、あと、この、何っけ、えー、 えー、えー、キャプテン、えー、アイアンパトリオットじゃなくて、ウォーマシンは1個しかなかった。あキャ,キャプテンマーベルも1個だっけな。そうなんだよ。とにかく、これ辺は少なかったんで、お気を付けください。で、ウォーマシンといえばね、まあ武器を大量に使うというとことで。かっこいいよね。まあ、それはそっくりやって話なんだけど。背中にはめるのかな、これ。 違うな。これは手に持たせるんだな。両方手に持たせるのかなこっちは背中この辺にはめた方がいいのかなこれこっちねはめるんだな、これこ。こう、こうっぽくね。こうだよね、多分。こっちは多分持たせた方がいいと思うんだよな。多分ね。違うかなこれはめるのかなこんな感じで。うん、違うな。どう持たせるのこれ。こうかなあ、わかった。 ここに、こう、掴んで、こっちゃはめんだ、穴で。多分。逆か左右逆かこれ。あ、違う、これ。背中に沿ってんな。あれ、どうなってんのこれ。背中に沿えるのこれ。うんどう、どうなってんのこれ。待って。説明書がないんだよね。この絵しかなくてさ。 背中に沿ってない背中に沿ってるけど、どう沿ってるのかなこうかなえ、どう沿ってるの分かんない。まあ、これは沿えるけどさ、これはこうでしょぼいもんな。やっぱこうでしょ、これは。あれもしかしてまた微妙な感じ前アイアンマンのさ、車買ったら不良品だったんだよね。トイザすスで。返品してないんだけどさ。返品してないけど遊んでもないっていう。 一番ダメなパターンなんだけどあれこれ遊びづらくねこれなんかしかもこれ絶対持ち方こうでしょうこの武器的にでも持てなくないこれどう持つのこれ持ち方が分かんないんだけどこれ全然持たせ方が分からないんですけどどうしようどうやって持たせるんだろう こういう武器どう持つらしいの。あ、わかった。ここにつけんだ。あ、ここに一個穴あった。ここ、ここ,こ,こだ、これ。こんな感じだよね、ウォーマシンって。ほら、こうだよ、つっ,ってるのこうだよ。で、これやっぱ背中でいいのかなここに穴あるかな <laughs> なんか自覚ない。ま、あいいや、ォーマシン。とりあえずね。ォーマシンでいくことで。まあまあ、武器なくてもね。だこの,このイメージあるように結構ね、ブル,ルーンって言って、ピューンって空飛んでね。まあ、オーマシンって背中にバックパックみたいなのなんか背負ってるイメージあるんだけどな。これなんだと思うんだけど。そうだね。ちょっとわかんないな。まあ、ちょっと後で研究します。はい。じゃキャプテンも出そう。 キャプテンはね、もうシールドで遊べるからね。やっぱね、シールドを武器にする選手って日本であんまりいないからさ、新鮮だったよ、初めて見た時。ーわーい。わー、みんな同じスーツかよ。あ、ちょっと違う。リアルだ。おー、こっちにも、右手に持たせるのかな多分、右手だよね。こうでしょう。う 嘘。楽しい。あれ、持たせらんない。俺、こういうね、準備の作業っていうのがあんま好きじゃないタイプなんで、もうが遊ぶ瞬間が好きなんだよね、僕はね。ね、こんな感じ。みんなで頑張ろうつって。みんなで頑張ろう,っつ,っろうっつって。あ、予告編のシーン再現しよう。アイアンマン出すね。このエフェクトパーツなくてもいいんだけどね、僕は。 僕ね、エフェクトパーツすぐなくすタイプなんで、もともと付いてなくてもいいっすって感じです。よし、来た、アイアンマン。アイアンマン。ウェーウェー、アイアンマン。バス。まあでもこれ1600円で考えると安いよな。もうちょっと高かったかな税込みになると。 ま、あ安い分、出来もね。ま、あそれはマーベルレジェンドよりは悪いかもしんないけど。こんな感じで。いいね、ナノテクだよ。なんだっけ。な、な、な,なんつうの、予告編でこの二人にやりとりあ握手するやりとりあったじゃん。俺、そこだけで泣けるんだけど。ま、あシビルウォーでこの二人は決別してるんだけど。でも、まあまあ、ね。 で、インフィニティウォーでは一回も絡みがなかったんだよね。で、次の時のもう予告編では二人が握手するシーンがあって、なんだっけな。アイアマンが協力してくれかなんか言う,言うと、キャプテンが、もちろんつって握手するんだよね。もうそこで号泣ですよ、僕は。で、こんな感じで戦え、こんな感じで戦ったりなんかしたらもう最高だよね。号泣、号泣。やばいっす。で、ビジョン復活。ブォンビジョン復活しないかなビジョンは。さすがに。ビジョン復活されてもな。 <laughs> されてもらって言い方あれだけど。あのね、ヒーローがね、多すぎるから、あの、なんだろう。うあのー、インフィニティストーンで、あの、指パッチンで消えたメンバー以外は、あんま生き返ってほしくないっていうのも正直ある。それはね、あのー、なんだっけ。あいつとかさ、例えば、あのー、あの、スターロードの親父さん役の、親父の役っていうか、あの、親父 育ての親のさ、なんだっけ、あの、口笛ね、吹いて、矢飛ばすやつ、針飛ばすやつ。あいつとかもさ、死にざまかっこよかったから、変に一回やらせてほしくないし、あとなんだっけ、あの、ダッシュ、なんだっけ、あの、ワンダの弟お兄さん、弟か。とかも、もう、ピカふかいいんじゃないかな。で、これね、フォークアレじゃないんか、ね、でもう。だって、ねあの人弓、あの、 ね名手だからね。誰君ここに来てまさか新キャラだいや、ローニは新キャラじゃないだろう。絶対お前はもう、あいつだろう。あ、これ持たせ方逆だ。こっちだな。かっこよさそう。わかんないけどまだ本編で見てないから。いや、頑張ってくれ。あ、でも、こいつだけあれ着てないね。アベンジャーズのさ、 す、なんか、ユニフォーム。なんでアベンジャーズユニフォーム着たのこれなんか、特別な能力あるのかな強化されてるっていうか。インフィニティストーンの効果を受けないとかじゃないそんなことないか。っていうかさ、俺サノスの目的がさ、人類の半分を消すって言うけどさ、なんかラスボスにしてはなんかな、なんか、大味というか、なんか、なんか微妙なんだよね。目的が。そんな悪いやつでもないっす、サノスって。実は。悪いやつだけど、 半分でいいんかいって思うんだよね。よくわかんないな、サノスの。しかももうこれから勝ち目なくねって気もするよね。勝ち目ないけど、サノスを殺すことはできそうだよね、完全に。だって、層のあの武器で一発では倒せそうだしね。でもやっぱサノスを倒すのは、俺的にはやっぱキャプテンがやってほしいな、最終的に。とどめさせとしたら。キャプテンかもしくは、これ辺でキーね、キーパーソンになってくる孤立か、ローニーあったりか。うん。 ま、アイアンマンはちょっと厳しいかなと思う。うん。あの、物理技があんまないから、物理技じゃないと、さすがに倒せないじゃん。キャプテンのシールドでも、キャプ、シールドでどめさすっていうのは、なんか違う気もするけどね。あ、投げれた。キャプテン、やっぱいいな、キャプテン。でもなんかちょっと違和感あるな。あんまこのフィギュア今んところ満足してない。でもね、予想だけど、アイアンマンとキャプテンは、キャプテンアメリカはね、 複数個っていうか結構あと4個ずつぐらいあったから僕が言ったちっちゃい太いざらしでも。だからもしかしたら、あの、500円ぐらい値下がりするかもしんないよね。あの、バットマンとスーパーマンのこんな感じのフィギュアは500円になってたの。いっとき。今ないけど。 だから、もしかしたらこの2体は500円くらいになるかもしんないから、まあ、待ってもいいと思うけど、ただ、もし2体だけしか買えないってなったら僕はウォーマシンとローニンをおす,すめする。キャプテンマーベルはまだ映画見てないから全然、別に好きなキャラでもなんでもないんだよね、まだね。ちょっとうざったい。えー、ここで新しいキャラ来ちゃうのみたいな。今までいいのメンバーで楽しくやってたのに、みたいな感じだからさ。ちょっと、あんままだ、まだね。ただ見ればまた変わるかもしれない。よってか変わるし、絶対。絶対、キャプテンマーベル好きになるし。 ブルーン。ブルーン。やばい。このメンバーいたら、ウルトロに勝てそうじゃないおい、ウルトロよし、これ、やっぱ、シールドつけた方がいいな。シールドつけよう。ちなみにね、あの、マーベルレジェンドに関しても売ってた。けど、やっぱ、マーベルレジェンドのアントマンとかもいたんだけど、4000円くらいするじゃん。 まあでも、それと比べるとこっちはやっぱコスパいいのかなって気、するよね。アントマンに関してはね、マーベルレジェンドを買わなくても、あれ、メタこれで十分かなって気はする。で、大きいやつが欲しかったら、まあ、フィギュアーズも結構安いから、そっちでもいいのかなってアントマンはね。気もするかな。まあ、マーベルレジェンドのアントマンは悪くはないんだけどね。やっぱこのシールドイいこれいい。ガシガシ遊べそう。プシュー あ、これ、別に足にも付けられるんじゃねこれ。まあ、足片方付けてもしょうがないか。あ、しかもこれ、穴のサイズ若干違うわ。手専用だわ、これ。あーぷし。いえ、暗いサますう <laughs> そんだけやっても、この程度だ。つってな。やばい。いいね。今日だけでめっちゃメンバー増えたわ。あ、これはまた、あの、キャプテンマーベルを見てから開けます。今はちょっと別にいいって感じなんで。 でまあ欲しかったからね、アイアンマン買ったんだけどね。わ、やっぱウルトロン買ってよかったわ。で、やばい。ビジョン。プシうん。なんせ。まだ昨日生まれたばかりですから。つってな。つってな。つって。バッキー。バッキーもやっぱ好きだわ。キャラとしては。かなり。バッキーってでも、あ、バ、まあそっか。バッキーも強化人間か。強化人間だけど、キャプテンよりちょっと強いはずだよね。本当は。 キャプテンは強化人間なだけじゃん。バッキーは強化人間プラス、左腕がなんかメタルだからちょっと強いんだよね。バッキーの方が強いんかなって気もするけど、どうなんだろうね。微妙なとこだよね。まあ、誰が強いとかそういうのは問題じゃないよね。ん、あのね、誰が強いかっていうのは問題じゃないっていうのは一番分かったのは、インフィニティウォーのラストだよ。ラストの方で、あのー、最後、あの、サモスが、 ビジョンを襲ってるわけ。ビジョンの頭にインフィニティストーン最後のがついてるから、これを取るためにサノスが襲ってるわけ。で、みんなも駆けつけたいんだけど、ね、みんなもそれぞれいろんな敵を相手にしてて、駆けつけられないわけ。で、そこでもうビジョンがやばいってなって、駆けつけたのがやっぱキャプテンだったんだよね。まあ、このキャプテンじゃなくてもっとひげ生やしたあのキャプテンなんだけど、わーって来て、守ってくれるの。 やっぱね、そこで来るっていうのがやっぱね、キャプテンだから、やっぱね、キャプテンアメリカはね、いい,いですね。やっぱ、主役というか、リーダー、リーダーですよね。チームのキャプテンです。うん。やっぱ、あそこでやっぱ、キャプテンアメリカが来るっていうのがやっぱ、すごい、いすごいいいよね。あれが一番感動する、あの、ね、エインミリティオンの中では。あ、やばい、ビジョンがやばいってなった時に、キャプテンが、こう、サノスがさ、こうやって、うわーって,きてんで、こうやこうやって、手を、ばーって、こう持つんで。うわー あっつって正直、キャプテンの戦闘力ってそこまで高くないんだけど、でもいいとこで活躍するんだよね、キャプテンは。キャプテンが一番好きだわ、やっぱ。わかんないけど。アベンジャーズで誰が好きかって結構難しいとこなんだけど、やっぱりキャプテンか、ブラックパンサーはでもまだわかんないけど、今んとこね、やっぱこの辺の誠実な人が割と好きなんだよね。僕的に。うん、ロキとかさ、あの、トニーとかよりも。 まあ、ハルクもいいんだけど、ハルクとさ、あの、なに、ブルース、んなんだっけブルースだっけんブルースでいいんだよね、あの、博士ね。んブルースだっけ間違えたらまたなんかいろいろ言われてそうだけど。まあ、博士となんか人格二つあるじゃん。ただ難しくて、俺はハルクはそんな好きじゃないけど、あの、ハルクになる前の博士は好きなんだよね、結構。まあ、ハルクも別に楽しいけどね。いや、面白いな。そう。 だから結構そこねんかな、やっぱ。やっぱ男性系のかが好きだな、俺は。ヒーローはやっぱ。これのウォーマシンとかもめっちゃ好きだけどね。ウォーマシンとファルコンね。ファルコンなんか頑張ってるよな。ねえ。退役軍人のさ、あの人さ、ただのね、パラシュート、落下さん部隊だっけ。普通の兵隊さんの一人なのにさ、強化人間でもんでもないのにさ、ねえ、あの、飛行装置だけつけてさ、ほぼ、ただの兵士が頑張ってるよね。アベンジャーズのメンバーとして。 ま、アントマンもそうだけどね。ただの人間がスーツ着てるだけだけどね。まあ、トニーに関してはそのスーツを自分で作ってるから、あといろいろできるから、ま、ね、まだ大丈夫なんだけど、アントマンに関しては,は、は、ね、別の人が作ったやつを着てるだけだからね。まあ、それ言うと、あのー、なんだっけ、実際戦いでも武装を、あの、武装っていうか、何武装か武装っていうなんつうのこういう、スーツを何も着てない、ホークワイト、 ブラック移動は、やっぱ、自然だなと思う。プシュー。いいね。わー。でもさ、多分、あの、まあ100、100%さ、あの、エンドゲームではさ、あの、指パッチンで消えてメンバー生き返るわけじゃん。スパイダーマンとかね、ドクターストレンズとか。そうなったら、だら映画公開されたらさ、そっちだけのフィギュアも発売するのかな 俺、ドクターストレンジとかまだフィギュア持ってないから欲しいんだよね。あのー、うん。消えたメンバーの今回フィギュアが出てないから、ね。ドクターストレンジのフィギュア1個も持ってないから欲しい。あとね、持ってないのはやっぱり、あ、ワンダーも、ワンダー持ってるんだよな。ワンダーは買ったからなで。まあ今回ビジョンとバッキーが手に入ったのはでかいかな。で、ファルコンも持ってるし、で、ブラックパンサーは今回手に入ったし、アントマンも持ってるし、 あと誰だろうあー、ありつ持ってないや。まあ、あニックフューリー持ってないんだけど、結局、ニックフューリーのフィギュアはなくても、俺、メイスウィンドー何体か持ってるから、メイスウィンドーに眼帯をマジックでかけば、もう、ニックフューリーになるから別にいいんだけど。<laughs> それじゃダメか。は、まあ、かっこいいな、この、トンネル感じ。実際さ、あの、エイズ・オブ・ルトロンではさ、とか、シビル・ウォーではね、あの、このビジョンっていうのがすっげえもう、 神的な強さ。神がかった強さだった,だったんだよね。でも、エンドゲームでは結構弱かったよね、やっぱ。うん。やっぱ、不意を打たれたり、あと、人間に近くなっちゃったからね。あの、愛を覚えたかなんかで。守るものができたりとかして。まあ、本当はね、守るものができるっていうのはね、あの、ね、弱くなることじゃないんだけど、でもまあ、ちょっと、ビジョンはね、まあ、人間に近くなって、神がかった強さなくなっちゃったよね。でも、まあ、ね、人間らしくなったっていうか、 なんだっけベリアルかなんか言ってたけど、さ、あのー、地球に来て、守るものが、家族とかがね、できたせいで、お前の弱点が一つ増えたな、みたいな、言ってたんだけど、ま、あそれが間違いだよねっていう、話がすごい僕好きですね。うん。バカだな、ベリアルと思って。ベリアルだっけ吹き出けえだっけなんかなんか言ってたんだよな。はい。あー、俺ロケット持ってないわ、そういえば。ロケットとグルート。うん、持ってない。 ね、ドラッグスはアマゾンで今ね、目つけてるのが一個あるんだよね。そう。あとはあの、なんだっけこう、頭の中読む人とかさ。まあ、持ってないあるけど、あと、ネビラとかネビラはフィギュアーズ出るんだっけ意外と、地味に。ネビラと。ネビラだっけあの、妹の方ね。お姉ちゃんの方はサノスに殺された。ってか、サノスの娘のお姉ちゃんの方は、出てないんだっけあれお姉ちゃんがネビラだっけうんネビラ妹か。お姉ちゃんの名前なんだっけ ちょっと待って、名前なんだろうちょっとわかんない結。結構見てるんだけどね。やっぱ、曲が曖昧みまいなんで。はい。まあ、楽しかった、楽しいです。あ、そうだ、ラストにね、これこれ。アベンジャーズ系を今日買ってて、あのー、セカンドストリートに行ったらこいつ見つけたんですよ。懐かしい。ペプシマン、80円。ペプシマンはサイズ的にも、ちょうど、この、ブラックパンサーとかと遊ぶのにちょうどいいサイズだなと思ったんで、 まあ、オリジナルアベンジャーズを作るときのメンバーに入れようかなと思って。なんかね、あの、ワンパンマンにも出てきそうだよね。なんか、A 級3位ぐらいにいそうじゃないペプシマ。ちょうどいいでしょ多分ね、わかんないけど。ほらほら。ペプシマ、こんな感じで共闘できそうじゃないアベンジャーズにいてもおかしくないなと思って。で、このキーホルダーは申し訳ないけど外しそうかなと思ってて。このあると遊びづらいんで、ちょっと一旦外しますけど。これでペプシマ、ほら。 フィブスマンがもうアベンジャーズのメンバーになってもおかしくない。バッキーと、こんな感じで。はは。っていうちょっと遊びをね、加えてみました。はい。長くなっちゃったけどね。まあ皆さんもエンドゲームね。まあキャプテンマーベルを見た方はね、ぜひそこ楽しんでください。ネタバレはなしでお願いしますね。はい。両手この動画が良かったなとかね。楽しかったなと思っていただけた方は、ぜひ評価ボタンお願いします。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それではまたね、こう遊んだりしていくんで。 よかったらね、そっちらの動画も見てください。じゃあねバイバーイ